さあ始まりましたカスタンチャンネルです。今日も部弦の方レクチャーしていきたいと思います。今日は、スライドの縦バージョンを紹介したいと思います。以前のね、紹介したやつを一回実演してみます。実演です。前回はこういうことをしました。これ横バージョンです。これ横バージョンのスライドなんです。これにこれも使います。これも使うんですけど、縦バージョンを使うとこうなります。実演。となります。解説したいと思います。ちょっと若干迷ったりすることがあると思うんですけども、めちゃくちゃ簡単なポイントを教えます。この形ありますね。この形、ヒゲみたいな。めちゃくちゃヒゲ長いですけど、私マンモスの牙になってますけど、この形の時にもう答え出てるんですよ。実は今僕左手が前ですよね。左手が前の時は左に行ってください。そして縦にして左を動かしてください。そして左をスライドさせて右方向に、これ右方向じゃなくて左方向に行くと体が部弦に当たっちゃって回りませんので、で例えばこうして鳴らすためには一回逆にしてもらって、次は右が前です。で右が行って上に行って右を動かす。そして次は左に行く。もちろん今までのいろんな部弦の回し方を駆使しながら、こうなった時にこれ今右が前ですね。右が前なので右手を動かす。そして最終的に逆の方に行ったりとかですね。これがポイントです。ちょっと早かったんでもう一度ゆっくりいきますよ。この形をした時に今左が前ね、左が前を8を作ります。じゃあ中心を軸に縦に持ってきて、今左から動かした前の方をスライドさせる。そしてトレースしてスライドさせて、さらに下のこう形を作ります。でこのまま終わらずに、このまま向こうに持っていってあげてキープする。逆の場合はこうですね。次は右手なので今度は左方向に行きます。どうでしょうか。なのでまぜこぜにすると、例えばこういう感じでいうふうに、なんかいろいろやってから行くのも手だと思うんですよ。こういうふうにいろんな形をやってからで、こういうふうに混ぜこぜにしていくと、なんか水平だけ見せて、で水平立て混ぜたりみたいな。なので今回これを知ることによってバリエーションをね、いろんな風に組み替えることができるので、ぜひですね、皆さんもですね、このスライド、今までこのスライドばっかりやってた人、ぜひ縦にしてですね、縦スライドからのこの受け渡しのこのアイソレーションの腕回しね、入れ替えれば逆手も逆方向にもいける。そしてこうね、しっかりこう見せれてるので不思議さもキープしたままできますので、ぜひですねやってみてください。でこれちょっと宣伝ですけども、うちでこれ販売している一体型のアクリルの部弦になります。一体式なのでこういう回し方とかですね、ポイみたいにですね、まあ、今度またこのレクチャーしますけど、こういう風な振り回しの時にですね分離しないので結構重宝できます。はい、ということで今回は、スライドのですね、スライドの縦方向を紹介いたしました。チャンネル登録もちょっと本当に待ってますんで、部弦ちょっとねまだまだ人口少ないんですけども、どんどんアップしていきますね。部弦ステップチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでパフォーマーカスタンでした。それではさようなら。